Ladies and gentlemen, now appears the hero of this story. それでは新郎の入場です。後方をご覧ください。皆様、ご起立ください。新婦、お父様とご一緒にご入場です。ご参列の皆様、ご着席ください。ただいまより、吉村康介様、坂下ひな様の人前結婚式を執り行います。ではこれより、新郎新婦には結婚誓約書へ署名を行っていただきます。新郎様、壇上へお上がりください。そしてその1ページ目にお二人の名前をご署名ください。はじめに新郎様から。続いて新婦様どうぞ。ではここでご参列の皆様を代表して両家のお父様より署名をいただきます。お父様、前方へお進みください。では新郎のお父様よりお願いいたします。
続いて新婦のお父様お願いいたします。どうぞ皆様ご確認いただきましたらお祝いの拍手をお寄せください。では新郎新婦誓いの言葉。本日私たち二人は皆様の前で結婚式を挙げることができ幸せに思います。幸せや喜びを共に分かち合い、悲しみや苦しみは共に乗り越え、永遠に愛することを誓います。そして何よりも育てていただいたお父さん、お母さんへの感謝の気持ちを忘れず、かけがえのない皆様との絆を大切に力を合わせていくことをここに誓います。平成23年8月6日、新郎吉村康介、新婦坂下ひな。変わることのない愛の表現。お二人は指輪の交換を持ちまして互いにその愛を永遠に刻む証といたします。それでは新郎様からこの指輪は私からの誠の愛の表現です。そして新婦様から新郎様へ私からの清らかな愛を届けます。新郎新婦様、皆様へ指輪のご披露をお願いいたします。お祝いの拍手をお願いします。それでは今一度向かい合っていただきましょう。ただいまより新郎の手で新婦のベールを上げていただきましょう。そして心を込めてウェディングキスをどうぞ。新郎新婦、それでは皆様の方をお向きください。ただいまよりリングとキーの贈呈を行います。テールブックに収められたこのリングの贈呈、先ほど受付にて皆様に結んでいただいた承認の証、終わることのないこの輪はこの先どんな苦難が訪れようともお二人を幸せへと導く絆の輪です。感謝の気持ちを忘れなければどんな時も勇気を与えてくれることでしょう。ではご参列の皆様を代表してご友人観音智子様より承認の証として新郎へリングをお渡しいただきます。観音様、前方へとお進みください。そしてキーの贈呈です。今渡される
この小さな鍵、愛を込めたこの鍵は輝く未来の象徴となることでしょう。ご両家のお母様より授けていただきます。そしてお母様にはこの場にて、この一つの鍵にご両家の温かな思いを込めて、幸せの象徴である四つ葉のタグをこのキーに結んでいただきます。いつでもご両家のお母様、そしてご家族は大きな愛でお二人を包んでくださいます。お母様、お二人のお隣へとお並びください。ここにご両家の絆がしっかりと結ばれました。お祝いの拍手をお願いいたします。おめでとうございます。ご参列の皆様、ご起立ください。ここにお二人の結婚が成立したことを宣言いたします。これから始まるお二人の門出に祝福の拍手をお願いいたします。Wow.